元ブラジル代表 MF のジュリオ・バチスタ氏42がレアル・バジャドリー・プロメサスの指揮官を解任された。その驚異的なフィジカル能力から野獣の愛称で知られたジュリオ・バチスタは母国サンパウロでの活躍をきっかけにセビージャで欧州初上陸。その後、レアル・マドリー、アーセナル、ローマといったビッグクラブを渡り歩き、2013年にクルゼーロで母国復帰を果たし、 キャリア晩年はアメリカのオーランドシティ、ルーマニアのクルージュでプレーし、2019年に現役を引退していた。現役引退後はブラジル代表の同僚だったロナウド氏が買収したバジャドリーのカンテラで指導者キャリアをスタートし、2021年からリザーブチームにあたるレアルバジャドリー・プロメサス、スペイン4部で指揮を取っていた。なお、スペイン、アス、などの報道によると、 今回の解任に関しては成績不振という観点よりもクラブの選手に関するマネジメントへの痛烈な批判が影響した可能性が高いという。バチスタ氏はファーストチームを率いるパウロ・ペッツォラーの監督が公式戦の起用の有無に関わらず自身のチームの選手を頻繁にファーストチームのトレーニングに参加させていることに対して以前から不満を示